してもおしゃれじゃないですけど、今回なんですけども、今回の企画はですね、マイゼンキャラのリンゴをクラフトできるマインクラフト、イエーイ。ということで今回は、マイゼンキャラのリンゴを作れまーす。今回の動画が面白そうだと思ってくれた人は、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。マジで、高評価、よろしくお願いします。高評価の目標は、500高評価ってことで、マイゼンキャラのリンゴを作れるマインクラフトをやっていきたいなと、思いまーす。はい、ということでやっていきましょう。まずね、ちょっとレシピを見ていきましょう。はい、ということで、めちゃくちゃあるんですよね。リンゴとか、これめちゃくちゃ頑張ったんですよ、作るのは。ということで、まずマイッキーさんの作り方は、エメラルドブロックと YouTube 再生ボタンということで、これを、ゼイチさんとか、バナナくんとか、ライトとか、マロンくんとか、ヤミマロンくんとか、ブーとか、キャリーちゃんとかね、いろいろ作って、それを組み合わせて、リンゴを作っていきたいなと思います。なんで今回は、鉱石のブロックが必要なんですよね。なんで今回はまな板モッドを入れさせていただきました。ということでやっていきましょう。とりあえず家を決めてアイアンゴーレムを倒しましょう。あ、もう早速作れそうじゃない？あー、鉄ブロックだけでできるやつはいなかったわ。あ、村人と取引してエメラルド手に入れてマイッキーさんを作ろう。いいね、それめっちゃいいやん。マイッキーさんはね、エメラルドブロックだけで作れるのでいいですね。ここで斧作ってアイアンゴーレム倒すぞ。いたいた、挟まってる挟まってる。ここよいしょ。怖いな怖いな怖いな。大丈夫？行きまーす。よいしょー。何個だ？オッケーオッケー、3つ。まあ、増やせるんでね、まな板で。とりあえず、クリックまな板作りましょう。全部、作業台にして、作業台で埋める。よっしゃー、できたー。まな板木製。これで、増やしまくって。よいしょー。全部、まな板にすると。これで、よいしょー、まな板ブロック。これで、鉄を増やすと。うおーい、やばいやばいやばい。よし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 。ブロックにして。おら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 。最高。よし、鉄フル装備にしましょう。はい、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 やったー！鉄フルアーマー！そしたら、ツラハシも作って、斧も作る！よっしゃ、これでもうね、ダイヤモンドとかね、掘れるようになりましたと。ちょっとエメラルド取引したいな。誰かいないか？いたいたいた！小麦20個ね、余裕じゃん！はい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 。よいしょ、23個。君だ！よいしょ、取引！これで増やせるぞ！おら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 。ブロックにして。おら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 。あ、やった！これで、もうね、マイッキーさんをね、作ることができます。あれ？この YouTube 再生ボタン、どうやって手に入れるの？って思うじゃないですか。これはですね、赤い羊毛を破壊すると出てきます。なので、赤い羊毛を作らないとっすね。とりあえず、占領がありますね。あとは、羊を倒すだけ。いたいた！これで、色変えて、えい！よっしゃー！ゲット！これを、掘ると、あー、これ、一定確率だ。よいしょー、出したー！ YouTube 再生ボタン。これでマイッキーさんを作ることができます。あとはリンゴだね。リンゴがあれば、マイッキーさんのリンゴを作れる。とりあえずマイッキーさんを作ろう。再生ボタンもね、こうやって増やして。よし、これはね、5個ずつ持てます。これで作っていきましょう。アイアンゴーレムの形にして、YouTube 再生ボタン。よっしゃー、できたー！マイッキーさん。うおー、出来上がりましたー。これとリンゴでマイッキーのリンゴができるのでね、作りたいですね。まあ、これはね、アイテムの名前はちょっとね、さん付けしてないんですけど、動画内ではさん付けしてるんで、許してください。ということで、じゃ、木からリンゴ出すしかないね。よいしょ、ちょっと一回寝ましょう。おやすみなさーい。おはようございます。ということで、木の葉を買っていきましょう。出た出た出た！よしよしよし！これ1個出れば増やせるんでね。よっしゃ、まな板もっと最強やな。これで。おら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 ！よいしょよいしょよいしょ！これで火事台を作りましょう。よし！これで、マイッキーさんとリンゴできた！マイッキーさんのリンゴです！よっしゃ！まず1個目、マイッキーさんのリンゴが出来上がりました。よし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 。もう食べちゃおっかな？いただきまーす！どんなクッカーがついてるのか。はい、ということで、水中呼吸が8分20秒と、亀のツルハシをもらうことができました。よしよしよし、亀のツルハシゲット。まあ、この亀のツルハシはですね、僕のモッドで定番の3マス掘りです。僕、いつも3マス掘りの要素を入れてるわ。3マス掘り好きすぎでしょ。よし、ということで、亀のツルハシということで、3マス掘りができるピッケルを手に入れました。これでね、ダイヤとかすぐ掘れそうですね。そして次に作りたいのは、善一さんですね。レッドストーンならすぐそこにありそうだから、洞窟行きましょうか。それ、レッドストーンの座標まで来て、あ、金だ！これでバナナくん作れますね。よし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 。
あ、ダイヤモンドだ。やった。何作れる？ブーを作りますね。ダイヤモンドで。ダイヤモンド、ブーとか、なんでブーでダイヤモンドなの？自分でね、レシピとか考えてるんで、自分に言ってるんですけど、いやー、ブーが一番豪華。そうなんですよ。ブーってね、お金持ちなんですよね。まあ、この動画はね、マイゼンシスターズさんのチャプター1に出てくるキャラクターたちなので、そちらの動画を見てからの方が分かりやすいと思います。まあ、言うの遅かったですね。ということで、レッドストーンゲットしました。ありがとうございます。これで全一さんを作れます。やばい、これ上がるのきつい。よいしょー、危ない、危ない。よし、ということで、レッドストーンブロック作って、増やして、作りましょう。レッドストーンをゴーレムの形で置いて、YouTube 再生ボタン。よし、ゲットできました。全一さんです。おーい、かっこいい。よし、ということで、リンゴを作っていきましょう。全一さんと、リンゴ。ということで、出来上がりました。全一さんのリンゴです。よし、できた。うおー、かっこいい。ということで、ちょっと、食べていきましょうか。ちょうどお腹も空いてるんで、いただきます。はい。ということで、YouTuber ソードと攻撃力上昇が8分20秒つきました。よし、YouTuber ソードっていうのをね、手に入れることができました。ゴーレムとかいないのかな？あ、いますね、敵が。あー、かわいそうに。まあ、村人さんでいっか。これで、モブを殴ると。はい。ということで、エンダーアイをね、ゲットすることができました。よっしゃ。まあ、こんな感じで、食べると特殊アイテムがもらえるリンゴっていうのがね、今回は多いんですよね。なので、いっぱいリンゴを食べていきたい。これもらっていっちゃいましょう。よいしょ。まあ、とりあえず、金を焼いていきましょう。もう焼けた。ヨーコール早。これで増やして、ブロックにして、これで、YouTube 再生ボタン、そして、ゴーレムの形。ってことで出来上がりました。バナナくんです。よっしゃ、バナナくんできた。ってことで、ちょっとリンゴ作りましょうか。バナナくんと、リンゴ。ってことで出来上がりました。バナナくんのリンゴ。もうバナナなのかリンゴなのかわからないですね。よし、出来上がりました。マイッキーさんと同じ顔してますね。ってことで食べていきましょう。いただきます。はい。ということで、食べると、移動速度上昇3と、バナナが手に入りました。よっしゃー。ま、バナナは、空腹ゲージが4回復します。よっしゃー。いや、これでまだ3つしか作れてないのか、ちょっとペースアップしていこう。あ、これ作れるじゃん。ライト。ライトのバナナ作ろう。金庫を置いて、YouTube。できたー！ライト！おー、ライトかっこいいね。これで、ライトと、リンゴ！ってことで出来上がりました。ライトのリンゴ、食べていきましょう。いただきます。はい。ということで、何がついた？何がついたんだ？わからない。多分これは、満腹ゲージがすべて回復するだけです。はい。すげえ、これも作れそう。マロンくん。マロンくん作りましょう。飛べるようになってる。あ、そうだ。ごめん。嘘ついたわ。ライトは、満腹ゲージが全回復して、飛べるようになります。そうだ、忘れてた。飛べるようになるんだったわ。普通に効果忘れてたわ。今、ダブルジャンプした時ちょっとびっくりしたわ。こう、こう、そして、こう、こう、そして、こう。できたー！マロンくん。ま、言っときます。マロンくんのリンゴは、何も効果がついてないんですよ。はい。マロンくん何も効果ついてなくて、これで、マロンくん真ん中置いて、YouTube 再生ボタンで挟んであげます。そうすると、闇マロンくんが出来上がります。闇マロンくんは、シート能力がついてるんですよ。作っていきましょう。闇マロンくんと、リンゴ！ってことで出来上がりました。闇マロンくんのリンゴ。ちょ、これわざわざ頑張って、これ、リンゴの絵描いたのに、使わないんですよね。言ってあげたいわ、これ、頑張って絵描いてる自分に。使わないよって。ということで、おはようございます。ということで食べていきましょうか。闇マロンくんのリンゴ。いただきます。はい。ということで、最高すぎる効果が大量につきました。しかしね、4分10秒間だけです。他のやつはね、8分とかなんですけど、4分10秒間だけ、最強効果が大量につきます。よっしゃ。あとは、ブーと、キャリーちゃんだけですね。あ、キャリーちゃんも作れる、キャリーちゃんも作れる。別置いて、レッドストーン置いて、YouTube 再生ボタン。ってことで出来上がりました。キャリーちゃんです。リンゴつけてみましょう。キャリーちゃんと、リンゴ。できたー！キャリーちゃんのリンゴ。うわ、かわいいな、キャリーちゃんやっぱり。ということで食べていきましょう。いただきます。はい。ということで、キャリーちゃんはジャンプ力上昇と衝撃吸収がつきました。やったー。やっぱキャリーちゃん強いっすね。あとは、ブーを作るだけですね。ブーは僕今まだラピスラズリを当ててないっていうか掘ってないので、ラピスラズリを探しましょう。
ラピスラズリあったー、よっしゃー、よし、ラピスラズリゲット、早い早い早い、これでコンプリートだ。よいしょー、これでダイヤモンドブロックとラピスラズリ、そして YouTube 再生ボタンってことで出来上がりました。ブー、よっしゃ、できた。このブー、地味ですね。地味なんですけど、実は結構強いのかもしれませんね。ということで、作っていきましょう。リンゴ。できたー！ブーのリンゴ。いいですね。面白いですね、このリンゴ。ということで、食べていきましょう。いただきます。はい。ということで、何か落としたぞ。ブーの右手をね、ドロップしました。やったー、ブーの右手。ほら、手についてるでしょ、ブーの右手が。この効果はですね、村の英雄がつきました。ブーってお金持ちなので、この村を作って、村人から、いいやつだってね、言われてるんですよ。なので、取引がめちゃくちゃ安くなってます。やっぱブーさん、いいやつですね。ということで、ブーの右手はですね、何でも掘れます。そして3マス掘りで、一定確率で、こんな感じで、ネザライトとかをドロップします。よっしゃ、めっちゃ鉱石手に入った。よっしゃー、これがね、ブーの効果です。ブーの右手の効果ですね。まあ、ダイエフル装備にしましょうか。よいしょー、はい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 、よっしゃー、ネザライトフルアーマー。ということで、今までのリンゴを作っていきたいと思います。リンゴにしていきましょう。はい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 。はい、よっしゃー、全員リンゴにできました。あとはもうエンドに行くだけです。エンダーアイ増やしまくって行きましょう。1投目、オッケー、そっちね。え、ここ、あ、ここだ、行きましょう。おら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 、よっしゃ、これだ、倒しちゃうぞ、エンダードラゴン。あったー、よし、見つけました。よいしょ、やめろ、よいしょ、オッケー、埋めましょう。はい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 、あー、落ちた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 、あ、やばいやばい、落ちた落ちた、いやー、もうやってた。よし、休めましょう。おら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 、ということで行きましょう。エンダードラゴン待ってろ。よいしょ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 、ということで、こういう時はね、空飛んじゃえばいいんですよ。おらー、ということで、エンダードラゴンどこだ、いるね。ということで、ちょっとリンゴ全部食べていきましょうか。ということで、全部食べていきましょう。まずライトのリンゴ、これはね、ただもう飛べるようになってるので意味はないですね。次はブーのリンゴ、よいしょ、村の英雄バナナくんのリンゴ、よし、バナナゲット。善一さんのリンゴ、よいしょ、 YouTuber ソード、闇マロンくんのリンゴ、よし、最強強化キャリーちゃんのリンゴ、ジャンプ力上昇マイッキーさんのリンゴ、水中呼吸、ということで戦っちゃいましょう。よし、行くぞ。大丈夫か、ちょっと死にそう、怖い怖い、危ねえ、どけどけどけ、よいしょー、ということで全部破壊できた。あとは殴るだけ。お、折れてきたね、倒しちゃいましょう。でも一瞬なんじゃない、ワンちゃん、行くぞ。はいはい、うわ、やばい、飛んだ、やばい、そうだ、何も持ってない、あ、そうだ、なんか食らわないんだったわ。よし、折れてきたぞ、倒せる倒せる、おい、逃げんな、お、早いね、ビビらずに来てくれましたね。倒しちゃいましょう。おい、エンダードラゴン、やったー、倒せたー、よっしゃー、倒せましたー。うおーい、お、かっこよくね、かっこよくね、かっこよくね、ほほほほ、ラタさんかっこいい。ということで、エンドラ月桂はぁ、ということで、エンダードラゴン倒せました。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。